グループの視聴者の皆さん、こんにちは。10月23日にリンゴルフのプロアマを開催します。私たちとぜひ一緒にゴルフをしましょう。10月23日お会いできるのを楽しみにしています。詳細は概要欄をご確認ください。高山香織選手、ぎっくり首になってしまい、危険となってしまいました。谷田百合香選手が5オーバー以内を目指して頑張ることになりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。2ラウンドお疲れ様でした。お疲れ様でした。見事に2ラウンドともイーブンパーで、2ラウンド終わってイーブンパーになってます。これから強行撮影ですが、今日2ラウンド目あのパーマーいきます。またこの2ラウンド目も頑張ってください。はい、ありがとうございます。できればここでアンダーを出せば、QT 確実にいけるような感じだと思うんで頑張ってください。後半の18ホールは私たちの前にゴーラというのにフォーサムのおじさんたちがいるので、2番ホールから始める変則となります。それじゃあ頑張ってください。ありがとうございます。さあ3ラウンド目、 USLPGA QT への道、3ラウンド目始まります。この調子であれば本当に QT が通るような成績です。おお、これもナイスドローでフェアウェイのど真ん中、ナイスショット。谷田選手ドライバー絶好調です。谷田選手ナイスショットだったんですが、ちょっとつま先下がりのあまりよろしくないライです。お、うまく打ちました。ピンの右に落ちてバーディーチャンスです。ナイスショット。ありがとうございます。谷田選手見事に2オン、下りのパットにあります。傾斜的に言うと 85% から 90% で大した下りではありません。目は右から左、傾斜回りスライスラインのように見えます。仕切ることができるか。ほとんどまっすぐ、若干フックラインでした、見事にナイスパーです。はい、うん、無理だから真ん中で3番パー5。おお、まっすぐ。ありがとうございます。すごいね、調子いいね本当に。3番パー5セカンド、240ヤードですが5ユーでレイアップするそうです。左足下がりのちょっと難しいラインになってます。バンカーに向かってナイスショットですが、バンカーまでは届かないクラブを選んでるはずです。ナイスショット。これからサードショットになりますが、約35ヤードから40ヤードのアプローチになります。ここはぜひ寄せ腕でバーディーを取って貯金を作っておきたいホールです。さあ寄せ切れるか。ちょっと大きかったか。残りは 1.5m。 さあ谷田選手 1.5m ねじ込むことができるか。ナイスバーディー。
ほんとテレビゲームのゴルフみたいだね。気持ちいいね。ありがとうございます。やってて気持ちいいでしょ。4番パー3、池絡みのパー3にやってまいりました。グリーンは手前から奥に登って、右から左に下がっています。ピンの右、安全方向、まあまあのオンです。ちょっと下りのパットになります。パー3、グリーン上です。約10メートルのパーパットが残っています。ここはなんとか2パットでしのぎたい場面です。下りの傾斜はかなりありますので、60% ぐらいじゃないでしょうか。曲がり幅は最低50センチぐらいはいくんではないかと思われます。かなり難しい難易度のあるパターです。打ち切りませんでした。約80センチのパーパットを残してしまいました。それもまっすぐのパットではなく難しいくらいのパットとなっています。右エッジぐらいでしょうか。ナイスパー、しのいだね。5番ホールパー4になってきました。現在39ホール終わって1アンダーで順調に来ています。おお、ナイスショー。あ、ちょっと右、バンカーには行ってない、フェアウェイだと思う。ナイスショードライバー、超ナイスショットで260ヤード今日飛んでます。127ヤード風はなくなりました。9番アイアンです。さあピンに向かってフェードをかかって筋って飛んだ。ちょっと距離が短かった。ちょっとショートでした。グリーン上です。約7、8ヤードのショートでしたが、今日の調子であれば問題ないと思います。約10ヤード弱。これはセーブするというかバーディーを狙っていくアプローチになります。ちょっと大きい、ちょっと曲がりを読めませんでしたが、残りは約70センチ。オーバーしてからフックしたのでスライスラインになると思います。下りのスライスライン、レフトエッジというとこでしょうか。うん、ナイスパー、ナイスセーブです。アンダー続いております。さあ6番パー5、超左ドッグの短いパー5です。狙い目は正面の2本のユーカリです。おお、言われた通り。やばいね、今日のドライバーはまっすぐしか飛ばないね。ありがとうございます。さあユリカ選手レイアップです。ご有、バンカーに入らない、ご有でレイアップしました。ナイスショットです。残り約100ヤード黄色は奥ですよ。黄色奥、うん、アゲインスト、残り110ヤードピッチングウェッジです。さあバーディーチャンスに寄せることができるか。
ピンの左に内ショットです。内損です。ありがとうございます。6番パー5、3打目は若干オーバーしましたが約2メートルのバーディーパットとなってます。ここはなんとかねじ込みたいところです。若干下りのスライスラインでしょうか。さあラインを読み切って2アンダーとすることができるか。おお、ナイスバーディー。ありがとうございます。ナイスバーディー、なんと通算2アンダーになりました。このスコアはファースト QT 楽々予選通過のスコアです。さあ7番ホールパー3、打ち下ろし何ヤードだっけ。170ヤード。前半は右前に落として、難しいアプローチを寄せきれずにボギーでしたが、今回はどうやって攻めるでしょうか。ん、5番アイアンでピンのちょい右に向かって飛んできました。あ、ショートです。ちょっと風が吹いてます。打ったすぐ後に風が吹いてきました。逆風が。それでショートになってしまいました。パー3のグリーンです。アンラッキーなことに打った後に風が吹いてきました。約15ヤードショートしてしまいましたが、前半に比べて角度的にグリーンが使えるのでそんなに開いて打つようなアプローチは必要ないと思います。ということで前半よりはアプローチ的には簡単なアプローチになっています。さあユリカ選手、しのぐことができるか。お、ナイスアプローチです。ちょっと大きいか。ちょっと大きい。約1メートルの開始のパットが残っています。ボールマークがあるので直しましょう。若干下りのパット1メートル。このラインをどのように読むか。を読み切ってナイスセーブです。ありがとうございます。ナイスセーブです。前半のツテを踏みませんでした。素晴らしい。